俺のスペシャルゲスト、あ、やれよ。マッチング以来って聞いたマッチング、マッチング以来って聞いた。いや、お、あかん、いやいや、お前はちょっと指名手配犯やから、多分オンラインが許してない。京大医学部、今あざ笑ってますよ。あ、同志社か、同志社とか知れてんなみたいな。あ、こんばんは、まえまえさん、マロキングさん。 B1 クラファンしてたんや。そうなんすね。じゃあ俺のスペシャルゲスト、あ、やれよ。ニャムさんと組ませますね、スペシャルゲスト。今のマッチングだったらお前でも充電できる。いや大丈夫、いける。ニャムです、肩下ってくれ。あ、大丈夫、いける。え、頭戦で負けた、シャクル。それ怒られるよお前。自分の好きなキャラを動かしたいだけやから、それを考えると、あの、あれやろ、マッチング入れって聞いたマッチング、マッチング入れって聞いた。いや、お、あかん、最強かね。いや、いやいや、お前はちょっと指名手配犯やから、多分オンラインが許してない。バケモンでケイさん、こんばんは。いや、これ勝てるよ、相手弱い。いや、これは相手弱いがいける。あかん、これラスさんだけ一人に殺されるやつや。このゲームはおもんないな。ただ頑張って。邪魔すぎる。いや、あれ穴、穴、あいつが穴、コバブが穴、コバブが穴、そいつが穴、そいつ行け。ラスさんはほとんど、ナイス、うまいよ、ナイス、いいバルカン。コバブが穴です。やったれやったれ。いや、そいつは強いから、あの、逃げるだけでいい。いや、そいつは強い、いや、あの、ハマー界が強いから、バグキャラやから、それは当たらん。プラゾリアさんの悪行何かありますか。いや、いや、悪行あるやろ、こいつ悪行しかないやろ、お前何言ってんねん。悪行の塊や、リアルはそんな何もしてないけど。いや、もう下がってくれ、ゆっくり言う。こんばんは、高橋さん、クレームさん。いや、何も当たらんか、強いで。やるよ、プラスにある、いいよ。いや、もうあいつ、あいつで、あいつで、そいつの時もしゃあない、無理なんは無理や。いや、ワンテンポ もうちょっと早かったら当たってたね。普通判断が遅い。いや、辻はできんじゃない、全然できんじゃない。取れるよ。いや、下がろう、いや、いか、プラスは下がるんだ。まあ、プーン来るから。まあ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 、ガナザク、ガナザク面白かったですか。このゲームのプレミアムドッグファイト2022準優勝者の南さんの福岡ニューガンダム、僕とハワイさんのガナガナに負けてますよ。どうですか。でもなんか今日うまい、うまい、全員テレビ1ゼロです。これがツイッターキモいけど、やるやる、乗ってる、キモいって言われた。お前は待て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 、ナスタに行きますよ。ナスタに、ナスタに行ってる、タイムアップしちゃうからな。それはステップしろよゴミ。いや、みなみなさんね、聞いたんですよ僕。ニャムがなんか インタビューの時にローリング、ローリング、ローリング、ローリングしとく、ローリング。あ、惜しかったな、多分サーチ返して。いや、そんなにいかんねえ、ゆっくりゆっくりゆっくり、よしよし、早つかい早つかい早つかい。いやー、ごめんなさい、ごめんなさい、浅いな、浅すぎるな、ゴミやな。いや、ナスターに勝者当たったら見てから、お前なんか追撃しろよ。いや、怖くてじゃなくて追撃せんと、お前 F 隠せんからニャームス狙われるやん、どう考えても。
ガラガラに粉砕されてリタマする PDF 準優勝者南々さんです。でもあいつはなんかベスト8になった時に俺とシグの名前を叫んでたらしい。まあ当たり前やな。あいつらは、あいつは俺がいたら出れてないからな。中身はあのニャームレスです。俺は公式配信で一回も映されんかったからな。悲しいよな。あ、JJJP の一番あのステージの上でずっと固定しててんけど、全然映らんかったわ。タイミング合わせてたのに。やはり俺は18禁、映してはならぬものや。ブラゾリアンニャームレス結構いいんちゃう。プラスさん大学どこやったっけ。どうした、どうしたって、そこら辺よりはちょいいいぐらいな。どうしたわ、場所による。あ、まあ学部さえありますけど、結構安定的。どこの学部なん。内緒。内緒、教えろよそれくらい。お前どこでも一緒やろお前。商学部。商売の商って商学部、あの計画部とか大抵混ざってるような。ああ、そういうところね。何してんねんお前、喋んなよ。喋るから食らうねんお前。いや内緒って言ってお前黙っとけば食らってなかった。喋るから喋るからお前食らうねん。黙ってやれ。いやどうした、確かに頭はそこら辺よりはいいけど、横のゼロ丸スカイ見てください。京大です、京大医学部。今あざ笑ってますよ。あ、どうしたか、どうしたとか知れてんなみたいな。どうしたのやつが束になっても兄弟には勝てんよって笑ってました。いやもう調子のあり、調子のあり、普通に狙って調子のあり。いいから、プラゾニックアーツとかせんでいいからな。お前なに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 、やばいやろこいつ、死ねよマジで。ヤーブレスやん。なんやね今の学生。適当にメインズんだしろよ、やばすぎるやん。なんか当てる。ダークファイアードラゴン一方くんか、絶対一方くんやろ。愛知でアバランチ使ってる一方くんしかおらん。感謝の雄たけびかな多分。早いやろお前、何釣られてんの。自分から歌わねえで、高く飛ばねえで、旋回しとけ旋回しとけ。味方死んでもしゃあないからこれ、まあ、飛ぶなら飛ぶなら、あのもうはもう半分ぐらいの小ジャンぐらいで。ナイス、まあ俺は南々に優勝してほしかったんけどな。まあミネネとかも応援してたけど、やっぱりまあでも結果的には準優勝かな。よかったよかった、よきよき、いいよ村さん、徹底や徹底、このゲーム徹底するのが当たり前。いかんでいかんでいかんで、強化し、いやもういかんでいかんでいかんで、マジで逃げとかで、あそれもいらんで、ブースト使うから自分から。うわ浮いちゃったな、打ちすぎや、いらんいらん球打ちすぎ。コマシャーベットさん、まあ翔くんはしゃあないよな、まあちゃんと辞退はしとる。うわ、長だ。やばいな。まあいかんでええんちゃう、プラさん、そんな焦って。
あ、疲れた、下がろう。スタートで、あ、いかんいかんいかん、頑張らんちょろから。マジで行かなくていい。なんか行くとこと、てか下がるとこと行くところちゃんと考えな。勝てへんやろ。勝った勝った。ごめんなさい、行かんでいいとこ行きすぎやし。白川君当日はくせやな、勝ち取ったな。